何か気になってることとか聞きたいことってありますか？そうですね、一般的に金銭運とか。金銭運 ですね、金運っていうのはここを見ていくんですね。水星宮と太陽宮のところを見ていくんですが、ここに縦線入ってますね。細かく入ってますね。こういう人ってお金がこうちゃんと入ってくるんですけど、割と気前よく使ってしまうところがあって、でもまたちゃんと入ってくるっていう、そういう金運の持ち主なんですね。だからそこで例えば、なんていうのかな、金運自体は持ってらっしゃるので、これをちょっとこう収入と支出のバランスを、なんていうのかな、こうバランスを取ってみると、残していけるかなっていうんですけど、ただ使ってしまってもまた入ってくるって、すごいいい金運は持ってらっしゃいます。お金には困らないです。それは嬉しい。